通常はね、皆さんの手って決めてきた命の使い方で億万長者になってほしいなっていうふうに思ってるんですよね。実は世界的な統計値を言っちゃうと、宝くじ当たった方、8割の人ですよ。がなんと自己破産しちゃうんですって。本当にやっぱりお金と仲良くなってないと、12億をね、当ててしまった後でも、その後使い方がわからなくって、残念ながら最後、なくなっちゃうっていうね、もうそれもすごい悲しいじゃないですか。今日はそこに行かないで済むようにもね、皆さんにお話できたらなというふうに思っております。宝くじの当て方っていうところと、それから開運の仕方っていうのを両方ちょっとこう合わせてお話ししていきたいなというふうに思うんですけれども、さっきのね、この私はお金を引き寄せ続ける磁石になるっていうふうにお伝えさせていただきました。結局人間ってみんな引き寄せる力っていうのを持ってるんですよね。自分自身の使い方が分かっていない時ってお金を引き寄せるんじゃなくて不幸と本当にお金がないっていう現実を引き寄せてたんですけど、ってことはですよ、あなたが開運し続けていくためにはあなたがそのお金を引き寄せ続けることができる磁石になったらいいわけですよね。私たちが同じものを結局は引き寄せるっていうことになりますんで、あなたが宝くじの一等賞の周波数が同じだったとしたら当たるっていうことになるわけですよね。まず宝くじが当たる人たちってどういう人たちなのかっていうことなんですけど、ご本人たちがオリンピック選手で言ったところの金メダルみたいな感じですね。開運の金メダリストみたいな人たちが宝くじの一等高額を当てるっていうことになるんですよ。オリンピックの中でさ、金メダルを取る人たちってどんな人たちなのかなっていうことなんですけど、毎回毎回いろんな競争の中で1位になるところまで私は一番勝つって思っている人が金メダリストになっていくっていう、開運金メダリストになってしまえば結局勝っちゃうってことなんですよ。当たんない気がする人は絶対当たんないんですよ。あなたが当たる気がしてしまったら当たる確率は格段に上がるんですよ。これが宝くじの当て方の、基本的な構造になります。でも結局やっぱり自分が一番開運できているっていうところに気持ちがいかないと高額当選はしないいうことなので、徹底的な開運アスリートになってほしいんですよ。当選している方って本当に開運っていうのをむちゃくちゃ意識し続けてるってことなんですよ。理想のイメージができていないと現実化しないってことなんですよ。あとはこの理想を描いて現実にするっていうこのプロセスの場数を踏んで積み上げていけば開運アスリートっていうことなんですよ。当たった後そのお金を使って何したいですかっていうのをちゃんと決めてあげてくださいっていうのが、自己破産なく高額当選した後も本当に豊かに幸せに暮らしていけるっていうところに行けるわけなんですよね。私自身がこのお金を使って地球全体が無限に豊かになるっていう、その社会を作るためにはどうしていったらいいんやろっていうのをずっと考えていて、そのために使うお金って思っているから、お金をもらった後お金だけをとにかく増やしたいっていう気持ちだけだったとすると、お金の増やす方法をずっと考えるわけじゃないですか。お金っていうとこだけを追っかけてしまった時に8割が自己破産になっちゃうって、本当に幸せじゃなくなっちゃうねっていうことなので、じゃあ12億を当てた後どう使うかを自分の中で決めていく、それをまずはやっていただくっていうのをしっかりとやるといいと思いますね。天命っていうところをじゃあどうやって見つけたらいいのっていうことなんですけど、自分が大好きなことっていうのが基本的に天命だって思ったらいいと思います。あとね、気になることですね。アンテナがつい立っちゃうっていうものはあなたの天命ですから、天命も別に一個にボンと絞り込むとかいう必要はないので、この地球上でやっておきたいって思ってることをメモにバーって書き出す、それをやっとくと意識したものをちゃんと引き寄せるようになりますから、突然12億が自分のところに入ってきたとしても一気に自己破産になっちゃうとか、そういうことにもならないで済みますよということです。さらに多分これまでってほとんどの方がなんか掃除をすると開運なんですとか、お参りに行くと開運なんですっていう、一つ一つがバランバランに開運行為
として行われていたっていう、そこではなくって、今日からその高額当選を目指してやっていただきたいことが、バラバラ事件にせずに一個ずつ、これ徳を積むっていうところと近いんですけど、開運行為を積み上げていくっていう思考法に変えてってほしいんですよ。今日も皆さんは多分ゴミ出しをしたりとか、食器を洗ったりとか、メイクしたりとか、お洋服着替えたりとか、お子さんを幼稚園に連れてってあげたりとか、お弁当を作ってあげたりとか、いろんな行為をもうやってるわけですよね、毎日の日常を。これ全部実は全て開運行為なんですよって決めてほしいんです。全てが開運行為だって思って、積み上がっているのをイメージしてほしいんですよ。人間はイメージ通りになりますから、このイメージで開運できているっていう状態を、どうせいつもやっている日常行為に意味付けがないから積み上がらなくって、パランパランだけやったものでパランパラン開運になっちゃってたっていうことなので、ちゃんとあなたの人生のすべての行為、ひたすら積み上がっていくっていうのをイメージしてあげてください。開運だって思って頑張る行為っていうのは、頑張るって無理があるから日常に戻っちゃうんですよ。だからパラパラ開運になっちゃうから、逆の発想をして、すべてのあなたの行為が開運なんだって逆にしてってほしいんですよ。それをやっていくと、うわぁ、私今日すごい開運しちゃったわっていうのがあって、これがとんでもない開運貯金にやがてなるから、実際に年末ジャンボ宝くじでご購入するときには、オリンピックのスタジアムの中で金メダリストの人が、俺はここまで4年死ぬほど努力したんだから絶対俺だ金メダリストになるんだっていう、このオーラが出てるから、確かにあなたのパフォーマンス一番早かったね、一番飛んだねっていうのになるっていうことと全く一緒なんですよ。ここから永遠と全ての行為が本当に開運じゃないかというのを自分の脳に言い聞かせてあげてください。人間の脳の使い方っていうのを欲しい結果のために変えていくっていうことをいつもやっていいんですよ。ただ単にあなたという人間のポテンシャル自体はまだ9割全然眠ってるんですよ。 120% フル活用していくんだったとしたらば、ここから先本当にいくらでも高額、宝くじを当てていくこともできるし、脳っていうのはあなたが意味付けたもの通りになるっていう、だったら日常の行為すべてが開運であるっていう解釈を与え、そして開運貯金っていうのもノートにね、チェックしといてもいいですよ。それで、どん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 数字が上がっていくっていうのを自分でメモっていったとしたらば、その数字があなたの開運ポイントっていうことになり、開運ポイントが溜まっていたら、私こんなに開運したんですから大丈夫っていう気持ちを持って買えば高額当選しますよということです。そしてもう当選しているっていう自分自身をイメージしながらね、毎日毎日、自分のすべての行為を、開運だっていう風に脳の中で意味付けを与えて、そして本当に無限に豊かである自分自身の人生というのをね、楽しんでいただければという風に思います。